バンクーバー日系人福音教会の牧師の福作哲也です。私たちのこのバンクーバー日系人福音教会は幼い子供たちから、シニアの方々まで、だいたい今礼拝に120人から130人の方が、集まってくださってます。教会のメンバーの方々はですね、日本人の方々をそして、日系カナダ人の方々を中心としたメンバーです。日本語での礼拝とまた英語での礼拝、そして、たくさんの祈り会を行っています。教会には日本人、日系人、日系カナダ人だけではなくて、韓国人の方やまた中国人の方々もいらっしゃってくださいます。特にここ数年は日本から来る留学生の方たち、またワーキングホリデーの人たちがたくさん教会に集うようになって、そしてここでたくさん、イエス様を信じて、たくさんの方々を日本にクリスチャンとして送り出すことができていることを、本当に神様に感謝しております。去年は本当に祝福されまして、17人の方が、洗礼を受けることができました。今年は今のところ4人、洗礼を受けていて、今3名の方が、洗礼の準備会を取ってくださっています。さらに引き続きたくさんの一人でも多くの人に福音を伝えて、イエス様を信じていただけるように、教会みんなで祈って、励んでおります。韓国に実際こう私たちが行くことができて、韓国人の方のその信仰の姿勢、またいろいろな歴史的な場所を見ることによって、さらに韓国人のその日本人への愛と、また日本人にイエス様を伝えたいというそういう思いを知ることができて、本当に感動しております。ぜひ皆さんともまたこの教会で、あるいは日本や韓国でお会いできたらいいなと思っております。ハレルヤ。私は去年一緒にミッションチップに行きました。韓国に行ってすごくなんか霊的に成長するチャンスで、やっぱり自分はこれこのままじゃダメなんだとか、もっと、もう一歩遠くにもっと踏まなきゃと思って、すごく恵まれました。婦人会で韓国ミッションのためにたわしを作りました。みんなよく使ってください。祈ってます。我々の教会から確か今年で3年になると思いますけども、3回目のトリップを計画し、それを与えてくださいました。イエス様に心から感謝しております。 Remember that God is with you no matter where you go, and also remember that we will be praying for you here at home. これからもどうぞ日本と手をつないで友好的なの準備をしていきたいと思います。여러분을위해서기도하겠습니다。僕はカナダで救われました。僕のように日本ではない国でイエス・キリストの皆を知るチャンスが与えられる人がたくさんいると思います。どうかこのミッショントリップを通してたくさんの人がイエス・キリストの皆を知ることができるように共に祈り続けましょう。今回のミッショントリップ、この交わりを通しても神様が何か起こしてくださると信じて、バンクーバーからお祈りしてますよ。頑張ってください。 Go! ジーザス Go!I live by your grace